ねえかなちゃん、沖縄ではせっかく会社に就職できても辞めてしまう人の割合が高いっていうわよね。うん、以前に比べると改善されてきているんだけど、それでもミスマッチなどを理由に辞めてしまう離職率の高さが沖縄では長年の課題となっているの。中でも高校卒業後に就職し3年以内に辞めてしまう人の割合が全国と比べて高い状況なんです。これだと将来を担う若い人材のキャリアアップの道が閉ざされてしまったり、企業にとっても必要な人材が育たず経営にも影響してくるわよね。そうした中、県では平成25年沖縄県人材育成企業認証制度を作りました。これは従業員が働きがいを感じスキルアップやキャリア形成を行うことができる人材育成に優れた企業を県が認証するもので、この制度を通じて多くの県内企業に積極的な人材育成の取り組みを促し、雇用の質の向上を目指す全国初の制度なんです。現在県内の認証企業数は48社に上るそうよ。さまざまな業種の会社が独自の人材育成に取り組んでいるの。こちらもその一つ、県内で自動車販売などを手掛ける西自動車商会。弊社では働く人が持つべき意識や考え方といったフィロソフィーについて学び成長する機会として毎月1回フィロソフィー実践会を開いています。独自に作成したフィロソフィーをもとに日々の仕事内容やお互いの考え方を共有しながら信頼関係を高めています。また入社したばかりの社員はフィロソフィー勉強会から始めるなど、フィロソフィーを会社の判断基準と社員の行動規範として位置づけ学ぶ体制を作っています。認証にあたっての面談やアンケートで管理職としてのスキル取得に悩んでいる社員が多いことが分かりました。そこからよりリーダー層の教育に力を入れたことで部下を育てるという意識が根付いてきました。従業員一人一人が働きがいを感じることで会社の生産性が向上し経営の発展につながり、従業員の賃金アップ、従業員の定着、離職率の改善という好循環が生まれます。そうした企業がたくさん増えれば沖縄県の経済も活性化されるわよね。沖縄県人材育成企業として認証されるとフォローアップ講座が受講できたり、各種支援制度における優遇措置が受けられるなど、ご覧のさまざまなメリットがあります。県のホームページなどで人材育成に優れた企業として紹介されるから、会社のイメージアップにもつながるわね。各種条件など詳しい内容は県のホームページで紹介されています。県内企業の皆さん、人材育成に取り組む魅力ある企業の大きな輪を広げていきましょう。そして未来の沖縄を担う皆さん、就活の際の選択肢の一つとして人材育成に優れた認証企業をチェックするなど、ぜひ参考にしてくださいね。続いて県からのお知らせです。毎年夏休みの期間に児童生徒から原画を募集しています。9月10日火曜日必着です。県ではマイナンバーカードの取得促進を目的として出張申請キャラバンを実施しています。企業や福祉施設などに専門スタッフが伺い申請受付を行います。詳しくはマイナキャラバンでご検索ください。ネクスコ西日本では ETC 車載機の購入、セットアップ、取り付け費用に対し先着で最大1万円の割引を実施しています。詳しくはネクスコ西日本のホームページをご覧ください。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせよ。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントします。ふるってのご応募待ってます。この番組はインターネットでもご覧いただけます。次回も暮らしに役立つ情報をお届けするわよ。お見逃しなく。